こんにちは、速塾の久保です今回ね、私、一つの対比、比べる考え方を紹介したいと思うんですよ。比べる考え方ね。えー、多分、会社員としてお勤めになっていると、毎月給料は入ってきますよね。来年も大体入ってくるだろうと思うし、まあ、5年後、10年後は想像あまりしないと思いますけども、まあ、当面はやっていけるなっていうことだと思うんですよ。不満は多いながらもね。でそうなると 本気でお金を稼ごうっていうふうに考えなくなると思うんですよ。どうですかね今、会社員されてる方。本気で自分の給料をあと5000円上げよう、1万円か上げようと思って、それで上がんないんですかね本気で考えて、本気でやって。だとしたら、その会社にチャンスはもうないんじゃないかなと思います。これが真剣に考えるってことだと思うんですよね。で、私もそうですし、吉谷さんもそうですけども、あの、何かしらのお金を得ようと思ったら、例えば1万円でもね、2万円でもお金を得たっていう結果のもとには、 その1万2万を得るために、日々365日24時間、ものを考えて試す、ものを考えて試す、失敗から学んで試す、この繰り返しの、その積み重ねの一番最先端に1万2万の売り上げがあるわけですよ。だからどんなお金も貴重なんですよね。多分ね、あの、給料として入金されるお金の感じ方よりも、報酬として私たちが掴み取ったビジネスの 対価のの方が重みはものすごく感じじてるんじゃないかなと思うんですよだからこそ1円たりとも無駄にしたくないですし気前よくお金を使ってるように見えてもそのお金の使い方ってもう細かく考えてどうやって戻ってくる仕組みがその中に入るかなと10万払ったらどうやってそれを30万にリターンできるかなというふうに考えてるんですよもはや考えてないお金はね使ってないと言ってもいいですすよ全てがどうリターンするかなんですよだから使ったお金ってのは返ってくる。 と思ってやっててやますし返ってこない結果的に帰ってこないお金は結構ありますよありますけどもでも帰ってこないお金でこそその経験をもとに帰ってくるこのお金を生き金っていうのかな死に金生き金って言いますけども生き金にしようと思ってるんですよ、まあ、ですんで多分ねほとんどの方がパソコンに10万20万ぐらいしか書けないと思いますけども私は吉谷さんは50万100万っていうのは当たり前に書けますよ うん、それから自分の生活の基盤たるものにかけるべきものとかけ,、ね、かけちゃいけないものってのはちゃんと分けてますね。まあランニングコスト衣食住の住まいに関しては多分吉谷さんはものすごく削って削って削って今のところを選んでると思いますし私もいろいろ考えて家族を抱えるということも考えながらこの今一軒家を一括で買ってるわけですよね。そうななるとランニンニグコストはもう最低限なわけですよ かと思ったら反面プロモーションに使ったりとか、まあ、いろんな場面でね生活のお豊かにするための材料となるそして自分たちも個人的に好きな車に関してはこれも出費を惜しまないわけですよ、ね、吉谷さんも私もここにはお金をちゃんとつぎ込むんですよね <laughs>、まあ、そういった感じであのリターンに対する出費ってのはものすごくね、えー、考えてるかなと思いますじゃあもう一回今回の話をまとめてお話ししますけども対比ですよね サラリーマンをやってると多分危機感っていうのはちょっと薄いと思うんですよその代わり安定感に関する安心感はかなり強いと思います私たちは安心感安定感で自分で作らない限りないんで日々背中に冷たいものを感じながら作り続けてます来年どんな入金があるかな再来年はどんな商品に対しての売り上げが入ってくるのかな今の時点で全く分かりませんよだからこそ2年後3年後のために今から積み上げておいたりとかいろんな体験をお金に変えたりとか いろんんなキーワーワドをを知るこことととととかかそれちゃ使うで全ての行動の結果を分析して次の行動の原因にしようと思ってるわけですよ。ということでね多分大きく違うんじゃないかなと思うんですよね。私はマージャン店をやってる時っていうのはそれなりに分析はしていましたけどもランニングコストの高さでですねもうちょっとや外の分析では追いつかなかったんですよ。でも今ランニングコストが最低限に抑えられた時に少しのプラスがものすごく大きな 安安定と安心をもたらしてくれるんですよねの、まあ、で,でこれからも投資を繰り返し投資っていうのは行動の投資とか時間の投資とかこうやってね動画を1本作るのも私としては投資ですから他のことをやらずにこの動画を作ってるわけですからねでもこの動画の積み重ねが集客になりそして信用になり一つの商品が売れるってことに繋がるってことをね私たちは知ってるからやるんですよね、はい、でもそのやるやるやるもう結局じゃあ10年間 毎日 YouTube 活動やってますかとかね。セミナーを何回やりましたかとかね。365日、24時間、すべての人のコンサルに付き合う、相談事に付き合う、深夜でも早朝でもやりましたかすべてのことを投げ打って、私の場合はね、ビジネスやりすぎてマージャン店がなくなりましたんでね、うん。だから、ビジネスやりすぎて、会社に支障が出たみたいなレベルじゃないですよ。勤務に支障が出たレベルじゃないんですよ。会社がなくなりましたからね。でも 引き換えて大きなプラスだったと思います。そういうふうにして一つの会社一つのお店の経営が行き詰まっても自分のビジネスが成功するっていう方法を取ったわけですよね。はいえー、皆様んいかがお感じでしょうか。